victory over Wang Manyu. Forehand does it, a dominant performance. そうですね、すごい1ゲーム目から落ち着いて最後まで試合できましたし、頭の回転もすごい自分自身でも早かったなっていうふうに思ってます。今大会入って2回やっていて、すごいワンマヤ選手に やられてばっかりの試合だったので、今回の試合はまずは自分のプレーをしようっていうのと、あとは昨日と一緒でしっかり落ち着いてやるっていうのを一番に考えてました。スウィンシャ選手とは世界選手権ぶり、今年の世界選手権ぶりなので、同じですね。本当に自分のプレーをして最後まで楽しんで落ち着いてやっていくことが自分らしさかなと思ってます。